足がだん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 こう元気がなくなるから、もっとここから元気を出していかないと。去年行われたスタジアムのこけら落とし、坂下さんは7連覇を知る北の鉄人の一人として OB 戦に出場しました。ラグビーの楽しさ、素晴らしさを直後でもプレーに、出せればいいなというふうに思ってますので、皆様ご注目ください。象徴であるスタジアムに大量旗がなびき、手応えを感じました。そして明日迎える釜石でのワールドカップ初戦、坂下さんはこの試合の成功が共に歩んできた地元への恩返しになると考えています。やっぱりワールドカップは世界中から、日本中からたくさんの方がこの釜石に来ると思うんだけども、やっぱりそこで終わるんじゃなくて、そこからやっぱり釜石としての何だろう一歩が始まるから、一緒に楽しむ、もう一騎打ちでいいから、もうみんなで楽しむっていうとこが一番かな。特別な思いがね、釜石の皆さんにあるんですよね。そうですね、明日釜石の皆さんにとっての特別な一日になるようなね試合になるんですよね。はい、さあ次はプロ野球混戦のパリーグからお伝えしていきます。優勝へのマジックナンバー2としている西武なんですが。